なんじゃこりゃみたいな感じになると思うんですけども、今年から来年、そして2025年までは、皆さんこんにちは、ゆきです。今日はですね、なんかむっちゃ久しぶりですよね、この画角ね。まあね、最近結構お友達といろいろしてたんですけど、今日はですね、一人でお話ししたいと思うんですけども、まあサムネの通りに、2024年の運勢をお話ししていきたいと思います。 YouTube でゆきのことを知った方は、何を急に運勢みたいな感じだと思うんですけども、ゆきの何て言うんですかね、特技じゃないな、まあ、趣味なんですね。人生の経験もちょっと長いので、相談されたりとかですね、あとまあこれからどうしたらいいかなみたいな話とかもすごくよくお店でね、実は聞いたりとかもするので、まあ、これもゆきの一部分として、まあ、これからちょくちょくもしかすると、こういう動画が出てくるかもしれないので、よろしくお願いします。まあ、でも今ね、こちらのチャンネルがありがたいことに結構登録者数が伸びておりますので、こちらで発表する方が、まあ、よりたくさんの人に見ていただけるのではないかと思って、今回はこちらで発表させていただきます。発表させていただきますってすごいですね。まあ、こちらで、まあ、動画を上げていきます。どうして、まあ、この動画を上げようかなと思ったのは、趣味なので、すごい毎年この季節になると、この年末とかになると、来年の運勢どうかなみたいな感じで自分で見るんですけど、今年はね、やっぱりね、今年から来年、そして2025年まではすごいですよ。はい、なんかまあ、星読みですね。まあ、星読みっていうのは、まあ、宇宙の天体を観察して、どういう動きをするから、多分次の年はこういう年になるんじゃないだろうかっていう、まあ占いと言ったら私はあんまり合ってないと思うんです。占いじゃなくて、多分古代からの天体のこう移動の統計学を見て、こう来年はどういう感じになるのかなっていう、まあ言ったら天気予報みたいな感じですよね。だから当たる当たらないっていうよりは、参考にするっていう方がすごく合ってると思うんですけど、ちょっと自分でもちょっと怖いなと思って、で多分これを知っていた方が、もしかすると皆さんもそんなにこう落差が大きくないというか、あーこれなんかユキ言ってたなみたいな感じになってもらえたらいいなと思って、これを撮っています。でそういうこと言うとちょっと怖いですけどね。まあ、ちょっとね、怖いんです。ぶっちゃけ。どうして怖いかというとですね、多分2023年、まあ今年ですね、今年から、まあ来年にかけて、多分ね、今のこの現代会、2023年のこの11月末の段階で、多分ね、すごいたくさんの人が、なんかすごい変化を感じてると思うんですよ。もしくは、思いがけない変化が今年なんかこう降りかかった、もしくは自分が理想としていたとか、自分が目標としていた、自分がなりたいと思っていた未来ではなかったはずです、この1年。なんか結構自分はもうもしかしたら元に戻れないのかなとか、このまま路線変換しなくちゃいけないんじゃないのかなとか、もしかしたらこのままだと私ダメかなみたいな感じのことがあったはずだと思うんですよ。まあない人はないでもすごいラッキーっていうか幸せみたいな感じなんですけど、まあいいことも悪いことも含めて全部ですよ。で、かくいう私もすごくありました。で、今も進行中で、多分調整をこれからこう重ねていかないと、このままずっとだったらちょっとこう置いてけぼりにされちゃうなとか、自分が変化しないと、もう誰も合わせてくれないなとか、なんかそういう変化をしなくちゃいけない自分っていうのに気づいているはずなんですね。で、今日はですね、各星座とかじゃなくて、来年
起こるポイントをすごい簡単に、簡単にというか分かりやすく説明して、皆さんにこういうことがあるので気をつけた方がいいですよとか、心配しなくていいですよみたいな動画になると思います。星座別でも多分ね、皆さんすごい期待してると思うんで、星座別も動画を撮るつもりなので、もしこの、全体運の反応が良ければです。じゃあ皆さんお願いします。だからいいねと登録お願いしますね。各星座の、動画もアップしていきたいと思いますが、もう誰もみんな見てないようでしたら、やっぱもうこれ一本で終わっちゃうかもしれないですよね。なので皆さんお願いいたします。はい。でまずはですね、月の公転なんですけど、月の公転っていうのは、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうとちょっともう眠くなっちゃうじゃないですか。だからすごい簡単に言うと、太陽の通り道を行動と言います。で月の通り道を白道と読みます、ね、でそのこの通り道と通り道がこう重なる点があるんですよね。でその重なる点が2箇所あるんですけど、その2箇所の部分にどの星座に当てはまるかっていうのを結構星を読む人たちは見るんですけど、それがこれがこうぐるっと星座12個を回るのに、まあ、18年かかるんですね。その2点をつなぐ期間がだいたい1年半ぐらい続くんですけど、ちょうど2024年は、お羊座と天秤座の月の交点になるんですね。そう ですので、この時点で皆さん、お羊座の方、天秤座の方、最近すごい変化が大きくないですか？そう、もしくはなんかこう心の中でもしかしたら将来すごい変化が起こりそうな気分がちょっとするかなみたいな人いないですか？そう、私は実はですね、天秤座なんですね。でね、すごく感じます。今はあんまりそんなに変化はしてないけど、このままじゃいけなくて、多分ちゃんと調整しないとこれからはいけないなみたいな、そういうこう、まあ、危機感というかですね、変化を感じる。そしてちょっと大丈夫だとは思うけど、やっぱりちょっと怖いなみたいなのが、多分お羊座さん、天秤座さんはこの1年間この11月まで来た時にすごく強く感じてるはずだと思います。はい。じゃあこれはですね、どういうことかというと、じゃあ天秤座とお羊座、お羊座と天秤座のこの月の交点がある大体1年半ぐらいは何が起こるのかと言いますとね、この場合はですね、まあお羊座さんっていうのは行動の星なんですね。で天秤座さんっていうのはこう均衡を保つみたいな感じ、もしくは人間関係みたいな感じのことを重視する星座ですよね。でそれがこうつながってるっていうことなので、こういう時はですね、まあ独立するとかですね、自立するとか、あとまあ個人を大切にするとか、自分が一番大切だっていう気づきをするとかですね、あとまあ結構まあ人間関係をこう解消してもう一度やり直すとかっていう、まあだから言ったらすごい簡単に言うと、まあ離婚とかですね、まあまあ、誰かと別れるとか、そういうことがまあ起こりやすいと言われています、はい、今までこうちょっとこういい関係じゃなかった人間関係を解決した方がいいんじゃないかなと思ったりとか、もっと自分を大切にしなくちゃいけないんじゃないかなと思ったりとか、あとはですね、会社ですね、もし会社ですごい会社の中の関係であまりこういい関係ではなかったとか、こうなんか辛かったとかね、きつかったみたいな人間関係は、もしかすると自分からもうこれは終わった方がいいかなとか思ったりとか、あと調整した方がいいかなと思ったりとか、あと多分ね、2023年のこの時期でもすでに多分何かが起こってるはずなんですね。でそういう場合はもう本当に切った方がいいみたいな感じの1年になると思います。はい。でですね、この2024年からまあこれが2025年ぐらいにすごく強く出るんですけど、こういう気持ちがね、
宇宙っていうのはこうずっとこう同じようにこう、ま、巡っているわけですから、何年も前何年も前になんか同じようにお羊座と天秤座がこうつながった時期があったはずなんですね。でそれがね、大体例えばですね、最近だと2004年ぐらいなんですね。まあだから2004年から2006年に自分にどんな変化があったかなって思い出すのもすごく参考になると思いますし、でよく言われてるのが、お羊座天秤座のこの交点、月の交点があった時の一番すごい大きな変化、社会の変化だったのが、まあ、あの学生運動ですね。あの1967年から1968年ぐらいに結構世界でこういろんなデモとかですね、今までこう不満に思っていたことが行動に出るみたいな感じの時期と言っても過言ではないと言われています、はい。まあ、離婚しろって言ってるわけじゃなくて、あの自分でこれはもう本当にちょっと自分がかわいそうだなとか、自分はもっとこういうふうに生きたいとか、自立したいとか独立したいとか、私個人になりたいとかって思う人が増えるという感じだと思います。そう、うん、でも私個人はこれはすごい悪い変化じゃなくて、まあすごいいい変化だとは思うんですけども、まああの社会的な変化となったらやっぱりこうね、その以前言われていたあの、まあ、学生運動みたいになっちゃうと、まあ、いろんな激しい変化が現れるってことですから、まあ、ちょっとこう大変なこともあるかもしれないっていうことですよね。でもまあ個人では自分をもう一度見直すっていう点ではすごくいい機会にもなるんじゃないかなと思いますが、変化を怖がらないっていうのが多分一番大切かもしれませんね。はいはい、じゃあ2つ目ですね。2つ目はですね、実はですね、2024年2025年にかけてすごく大きな変化があるんじゃないかって言われている一番大きな要素なんですけど、冥王星ですね。冥王星が移動するということです。冥王星ってなんじゃとかって思いますけど、まあ星座にちょっと詳しい人だったらわかると思いますけど、冥王星というのはサソリ座の、まあ、守護星と言われているんですけど、星読み的にね、占星術的に言うと冥王星というのは破壊と再生の星と言われています。破壊と再生ってどういうことって思いますけど、破壊というのはもう本当に、まあ、既存している部分、今ある部分を全部破壊しちゃって、でその破壊した更地にですね、新しいものをこう作るっていうのが、まあ、冥王星だと言われています。冥王星は248年でこう宇宙、太陽の周りですよね、をこう一周するんですね。そうね、だからすごいゆっくり移動する冥王星なんですね。だからその星座が次の星座に移動したっていうことは、すごいエネルギーがすごく強い、ね、ゆっくりの分シュッじゃなくて、こうゆっくりこうじわずじわわわーんとこう変化するっていうことですよね。ずっとヤギ座にいたんですよ、2023年だから。今年にまだヤギ座に、ヤギ座と水瓶座をこう行ったり来たり行ったり来たりしてるんですけど、こうちょっと行ったり来たりしながらゆっくりと今水瓶座に向かっているというか、もう水瓶座にほとんど入ってるっていう状態なんですね。2022年までの15年間はヤギ座にいたっていうわけなんですね。ヤギ座さんの人は例えばこの15年間ぐらいこうゆっくりこう思い出してもらうと分かるんですけど、なんかね、自分が思っている通りにちょっと進みにくかったみたいな感じの人が多かったと思います。あの本当はこういうことがしたかったんだけど諦めたとか、あのもう少しでもっとすごいいい感じになるところでいつもつまずいたとか、あとやっと頑張った部分をまたゼロに戻してまた違うことを始めたみたいな感じの人も多かったんじゃないですかね。はい、でまあヤギ座さんはそれがもう終わって、今年ぐらいからこうだんだんこう運気が上がってくるみたいな運勢に入ってきたんですけど、
まあ、次はですね、でこの冥王星じゃあ次水亀座さんに入るから水亀座さんだけの問題かっていうとそうじゃなくて、各星座の人それぞれに冥王星の部分っていうのが必ずあるんですね、はい、だから冥王星が移動するということは多分もう地球的にみんなすごい影響されるという意味なんです。ですごく大切なので時間を言っときますと、2024年の1月21日から9月2日までは水亀座にいます。で9月2日からまた一旦ヤギ座にちょっと戻って、で最終的に落ち着くのが2024年の11月20日と言われています。そうで、このね、最終的に落ち着くぐらいの時間、だから2024年の11月20日ぐらいのエネルギーが多分すごい爆発的なものじゃないかって言われてるので、来年のですから2024年の年末ぐらいの変化が結構人類的に結構なんかおーみたいなことが起こりうるかもしれないってみんな言ってて、で2024年はそれの準備期間みたいな感じで言われてるんですけど、これもね、まあ、いいことなのか悪いことなのかは、まあ、私たちは知り得ないんですけど、冥王星が本当にこう移動した水亀座にいる20年間っていうのはもう今の時代とは全然違った時代に変化していくって言われています、はい、それがどんな世界かっていうのは、まあ、今の段階ではもう絶対に私たちは知り得ないんですけど、想像はちょっといろいろできますよね。そう、でも大体想像したことってこうちょっと本当の未来ってやっぱちょっとずれますから、例えばあのコロナの時もまさかこういう感じにこんな長く影響するなんて誰も思ってませんでしたから、それを楽しむように生きないと、まあこれからねしょうがないじゃないですか。そういう時代なんですからね。私たち的にはまあ何もできない変化を受け入れるしかないっていう感じなんですけど、そういうことを経てやっぱりこういろいろ成長していくんだなぐらいの、まあ客観的なというか冷静なこうわたわたしない自分みたいなのも、まあ、これからは作っていかなくちゃいけないのかなと私は思っています。これから今までの社会がずっと続くということはもうないのかもしれないなっていう、まあ、心理的な準備というか、何かが起こってもいいように自分でもこう心と、まあ、物理的な準備みたいなのは心のどこかでしていた方がいいとは思います。まあ、こう言うとちょっと怖いですけどね。でも、まあ、実際ぶっちゃけ本当にそんな感じもあるじゃないですか、今世界でも、まあ、戦争とかまあいろいろありますけどね、いろいろありますけど、それがどれぐらいの規模になるかっていうのはわからないじゃないですか。あともう一個あるんですけど、あともう一個はですね、これもまああの変化の星と言われている天王星ですね。天王星っていうのは冥王星はこうじわじわんと変化をね破壊して再生みたいな感じなんですけど、天王星っていうのはもうシューみたいな感じでこう早いんですね。そうだからすごい急激な変化とか大きな変化とか、あとよく言われるちょっと怖いのが後戻りできない変化みたいなのをもたらすと言われています。でこの天王星が実は今牡牛座さんにずっといるんですけど、この天王星がいる牡牛座に実は2024年の5月に木星が入るんですね。そうということは牡牛座に天王星と木星が一緒にいるっていうことになるんです。そう位置的にね。で木星っていうのは拡大の星と言われていて、あのいろんなことをこう拡大する要素があるんですけど、だからあのラッキーなことはもっと大きくラッキー、そう でも悪いことももしかしたら大きく膨らんじゃうみたいなこともあるかもしれないって言われてるんですけど、ということはですね、天王星と木星がこう一緒になったっていうことは天王星の変化がすごく大きくなっちゃうっていうことなんですね。結構すごいことになっちゃうんじゃないかって言われてるんです。しかも冥王星の変化とこの天王星木星の変化が同じような時期にこう発生するので、まあすごい社会的な変化がすごく大きいのではないかとみんな心配してるんですね。
そうで、あのおうし座さんにいるっていうポイントはですね、おうし座さんは例えば、まあ、あの守護星が金星なので、まあ、あの天秤座さんと同じなんですけど、まあ、愛とかお金とか食べ物とか収入とかね、あとまあ芸術、美しいものとかをまあ代表する星座なんですけども、なのですごいいい面の変化で言うと、結構芸術面、アート面、創作している人みたいな感じの人がすごい注目を浴びて、こう爆発的に人気が出るとかですね、あの社会的に世界的にこう芸術アートを愛する人がこうすごく増えるのではないかとも言われているんですけども、まあ、だからクリエイティブ、まあ、YouTube もそうですよ、クリエイティブな世界っていうのがまだどん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 伸びていくんじゃないかって言われてるんですけども、それとまあ反対にというか、まあ、それはいい面だとしたら、まあ、悪い面というと、よく今やっぱりよく聞くのが、まあ、食料問題とかありますよね。お牛座さんは結構食べることに関してすごいうるさい人が多いとかって言われますけど、あの食べ物を司る星座でもあるので、食べ物に問題が起こるのではないかとか、あとまあお金ですね、お牛座さんはお金もこう、ね、こう関係してくるんですけど、お金とか収入に関してすごく大きな変化だから、今だったら現金をあんまり使わないようになったとか、あとまあ貯金の方法とか投資の方法とかですね、お金の使い方みたいな感じが変化がありますよね。もう以前とやっぱりちょっと違うなみたいな感じは感じますよね。その部分とかにすごく大きな変化があって、もうだから元に戻れない変化って言われてますから、多分そういう新しい社会にシフトチェンジしていく時期なんじゃないかと言われているわけですね。まあ、あともう一個影響が出るんじゃないかって言われてるのが、おうし座っていうのは、あとまあ地球とか大地とかね、こう住んでるその土地の部分みたいなところも司るので、そういう住んでる部分、土地の部分、地球の部分にも何か大きな問題があるんじゃないかということは、まあ、結構自然災害とかもあるかもしれないと思われてるっていう感じですね。はい。まあ、これがまあ2024年から2025年にかけてすごい大きな変化が起こるんじゃないかって言われてる、まあ、星の配置の部分なんですけども、まあ、これだけじゃなくて、他にもいろんな星がいろんな配置にあるわけで、でそのいろんな星のそのいろんな配置がまだそんなに悪くない、すごいポジティブな関係であるっていうんですね。詳しく話すとちょっと長くなるので、まあ割愛しますが、変化は多分必ずあると思うんですよ。でもすごく悪くて、もう本当にもう地球に住めなくなるんじゃないのみたいな、そういうレベルまではいかないんじゃないかな。そうなったら困りますもんね。この動画を撮ったのは別にこう皆さんを怖がらせたいっていうわけじゃなくて、まあ、変化の時期が来てるんだよということをお知らせしたいなともちょっと思ってました。まあ、で自分も多分今変化の途中にいるなってすごく思うので、変化の途中って結構やっぱ不安定だし、あと自分で何をしたらいいかちょっとわからないみたいな部分もあるじゃないですか。何が正しいかがもう本当にちょっとわからないですよね、変化中って。とりあえず変化中できることがあったら皆さんやっていきましょう。それが多分ね、もう一番ポジティブな生き方です。もう変化中だから立ち止まって泣いちゃったり、もう私無理みたいな感じになっちゃうのが一番やばいので、今変化中の皆さん一緒に頑張りましょう。多分すぐには終わらないです、この変化は。そう、すぐには終わらない、だからずっと頑張っていくんだみたいな自分に対してのポジティブさっていうのをやっぱりこう忘れちゃいけないと思うんですね。私も時々結構なんかね、こうくじけそうにももちろんなりますよ。そう、人間ですからね。でもそういう時はやっぱりこう好きなお友達やね、信頼できる人と話したり、まあ、一緒に遊ぶ、そしてユキの YouTube を見る、まあ、楽しいことをたくさん見るみたいなのもすごく大切だと思います。はい。でじゃあ各星座どうなるかっていうのはまた徐々に、12個もあるんで星座動画に撮っていこうかなとも思っています。じゃあ皆さん、この動画参考になったなと思ったら、いいね、グッドボタン、登録
ろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バーイ。